ました駄菓子対決でございます。一人一つ好きなお菓子を選んでどっちのお菓子が優れているかという対決でございます。早速行ってみよう。今回お世話になるのは浅草お菓子玉屋さんでございます。店内には懐かしいものから最新のものまで数えきれない駄菓子がいっぱい。いやーどれもこれも美味しそうやな。しかも安いしな。はーどれにしようか迷う。早速対決行こうか。もう紹介すんだ。で西川君のおすすめのお菓子お願いします。僕がめちゃくちゃ勧めてんねんこのお菓子、かば焼き三太郎。うわ出た思い出の一品、かば焼き三太郎。このちょっとだけチラッと見えてんの、なんかやらしいな。いいやつ出してきたな。いいやつ出してきたな。出してきたよ。じゃあ僕も実は僕プライベートでむちゃくちゃ買ってるお菓子があって見つけて。おう。じゃあいくで。私はこちら、スグルのイカポップ。スグルのイカポップ。このイカのキャラクター。イカ見てめっちゃ驚いてるやん。まあそりゃそうやな。いやもうそこだ全部出さんといて。ちぎるときこうこうやって怖いから。なんでそっち渡すの。こっち仕事はこっち食べる。まあ、こういうとこ、まあ、育ちれるような育ちって。親の教育やと思う俺は。小学校の先生や。だからそれがあかんや余計に。いただきます。これね、パリパリバージョンとシナシナバージョンがね、今回はシナシナッチョで、シナッチョ僕好きやね。できます。あ、うまい。うまい。このソースがな、うまい。あこれはうまいわ。この濃いのがいいね、駄菓子独特の味付けも絶妙。絶妙やわ。裏切らへんもん。裏切らへん。パッケージは変わってるけど、このイカのこれがほら、これ見覚えた。なんでだって全部出すの。自分人にぶっといて。あ、美味しそうな匂いしてるわ。みりん醤油みたいな感じの、いただきます。腹立つ。叩いたろ。勝ちでいい。勝ちでいい。うまいわ。これ美味しいやろ。これほんま美味しいねこれ。あ、うまい。ちょっと言い方良くないけど、ちょっとこのなんていうの、雑な感じとか庶民的な味というか。これを10枚でおつまみとして売ってほしいもん。いや、わかるな。お酒欲しなるわ、これ。飲めへんけど、俺お酒は勝ちでいい。いや、お酒飲めへんかったらあかんやん。負けやもん、酒飲めへんやつは。酒で負けてんねんから。対決や。お互い2つ食べたもんな。うん、お互いの。ちょっと前にといて。ごめんな。せーの、同点。いや難しいわ。こればっかりはもうやっぱり力じゃないもん。あの相撲関係ないもんな。どうやって決めんの。かば焼き三太郎かスグルのイカポップ、どっちが美味しいか。どうしよう。だって勝敗つけないかもな。毎回どっちが優れてるかやるんだから。そうやで。スグルやからもうええじゃん。俺の勝ちで。何笑ってんの。厳しい。機嫌悪いの。お互い平べったやんか。だから、薄かったよ。薄かったから、口をそんなに開けずに、表情も変えずにどっちが食べれるか。どっちが、口を極力開けずに食べる対決。じゃあ先行。はい。西川君。口開けたからね、無表情ね。開けてもいいけど、一回口やったらそっから開けることはもう禁止ね。表情変えずに。いきます。OK。強敵やで。ああ。これ面白い。わかれ。まあでも。よい。さあ。全然変わってない。
今口開けた？口開けてないで今の。見た？口開いてた？やあ怖。今日はスグルのイカポップ勝利。じゃあ。鳩がびっくりしたパタってなったよ。